じゃあ、はい、こんにちは、はい、さあ、ゆだかさん、はい、まあ、今日の、まあ、生配信でもやってたんですけれども中日対巨人のオープン戦、これ、まあ、5回までだけどな。そうですね、5回まで、生配信は5回までしてたんですけど の総評でしょ。そうです、そうです、うん、で、まあ、これ、開幕カードということで、まあ、注目の一戦だったんですけれども、まあ、そうだよね。まあ、立浪監督がどういう野球をやるのか、受けて原監督がどうするのか、まあ、注目は集まったけども、はい、初回で山口が壊したよね。そうですね、まあ、ただね、岡林、中日に1番入った、はい、まあ、見事に初球をセンター前で、大島がやっぱりランナー1塁に置いて引っ張れる、引っ張って1、3塁を作る、うん、でも打球の速さで1、2塁になった。福留が落ち着いてフォアボールを取る、まあ、ビシエド、高橋周平、はい、打ち取ったんだけども木下が満塁ホームランという、まあ、木下っていうのはすごく俺評価が高くてね、キャッチャーとしてもそうだし、うん、バッターとしてもそう、まあ、2アウトまでこぎつけたんだけど打たれるという、はい、これはもう人間がやる心理で、あそこまでは行くんだけどノーアウト満塁が2アウトから打たれるという、なんかこうすっきりしないよね、巨人がね戦っていて。そうなんですよね。でオープン戦調子が悪いでしょ。で調子が悪い中で若手の投手陣はすごく目立ってるんだけども、はい、いいってね、はい、だけどやっぱこう打率が悪すぎるな。打率がね今のところで言うと1割台なんですよね。だから意味では、まあ、打って勝つチームだし、はい、ホームランで勝つチームだから、うん、その岡本が打っても、まあ、失点がかさんで勝ちに結びついてないとかね。で菅野も前回あんまり良くなくて、で、まあ、山口はどうかなと思ったらいきなり4失点。好材料が見当たらないんだよね。というかそうですよね。ただね、まあ、巨人の場合は経験値の高い選手たちが多いんで、はい、スイッチが入った時には切り替えが効くんだよね、うん、もうオープン戦と公式戦との違いは分かってるはずなんだよ彼らは、うん、だからそこら辺のスイッチの入り方がどういう入り方をしてくるのか、まあ、そこら辺はちょっと楽しみではあるけども。そうですね、うん、まあ、それと今日ブルペンデーだったよね。小刻みにつないでいった、はい、で桑原とか、高木恭介とか堀岡とかね、戸田投手も。だけどどうなんだろう、大丈夫かなっていう。これはなぜかというと、はい、こうやっぱコントロールが安定しないよね。無駄なことがやっぱ多すぎるという。やっぱり中継ぎっていうのはいかに無駄をなくして打ち取るかっていうことがすごく大切でね、はい、だから先発ピッチャーっていうのは無駄があっても仕方ないんだよ、うん、無駄を見せながら決めていくという。だけどやっぱりリリーフピッチャーっていうのは無駄をなくして打ち取っていくっていう方がやっぱ安心感はある。現にその小刻みでいった中で中継ぎ投手がやっぱり失点してしまったイニング、うん、ありましたね。まあ、だから失点を重ねていったでしょ、はい、だからそういう意味からすると、まあ、5回までだけどね、うん、得るものはあまりなかったという。あと豊さん、聞きたかったのは連携プレーでちょっとミスもあったかなっていう。連携プレーもそうだよね、はい、まあ、セカンドランナー強打で、はい、岡林がセンター前を打つ、はい、まあ、まあ、強打の足を考えると、うん、ホームにつなぐよりもバッターランナーをセカンドに行かせないっていう守りをしてほしかったんだけどさ、はい、だけどなんかキャッチャーまでボールが入っちゃ、行っちゃって、バッターランナー打った岡林がセカンドを難なく、でまたね、ヒットでまた1点、はい、まあ、これは不正だけども、うん、でもそういう状況を作り出したっていうことがちょっと守りという意味でも、ちょっとピンとこないよね。そうですね、あれキャンプでもね、すっぱく言われてんだけどね、 ああいう連携プレー、無駄なランナーを先にやらすなっていうね、はい、そういう連携プレーもかなり多くやるんだけども、はい、でもそれがやっぱり実践でできてないということをね、はい、考えると、まあ、収穫という意味ではあまりない。やっぱ話を聞いてるとちょっと明るい兆しよりも不安材料の方が多いのかなっていうふうに、やっぱり巨人は今日の試合では、まあ、負ける、劣勢になる、全体的に調子が悪い、こうなってくるとやっぱマイナスには考えたくなると思うんだ。マイナス思考にはなるよね当然、はい、人間だから。でもこれを明るくこう考えていくとさ、はい、どうなんだろう、まあ、今日岡本出してないもんねみたいな。そうですね、今日はちょっと予感、だから別に問題ないよみたいな、松原とは今ファームで調整させてるからとか、はい、まあ、そういう余裕があればいいけどね、
ただそのベンチで抜かれた時の原監督の顔がちょっと形相がちょっとご立派、いやまあちょっと怒ってるよね。かなり怒ってる。かなり怒ってる。やっぱイライラしますよね。やっぱりね、勝負事だから、はい、いくらオープン戦、まあ、負けてもいいよって でも今日は勝てるメンバーで組んでないもんって思うかもわからないけど、はい、強いチーム勝つからね、そうですね、調子のいいチームは勝つの、はい、若手が活躍してとか、でもそういうこともないから。でも一方で笑顔が見えたのがやっぱり立浪監督だったんですけれども、いやでもね、もっと接戦をしたかったと思うよ、はい、手が打てないんだもんいやもう馬なりにやらしとくしかないという、はい、もう、まあ、大皿にバントぐらいじゃないの、サイン出したのあとはもうあとはまあまあまあ追い込まれてから岡林に盗塁を命じて、はい、まあ、大島が凡打になったからその企画は消えたけどね、はい、まあ、だけどやっぱこう接戦でどういう手を打つかっていうのをちょっと見たかったけどね、まあ、そうですね。でも初回でもう打たなくてもいいような感じになっちゃったから、小笠原調子いいし、そうですよね、木下選手の満塁ホームラン早々に出たので、そうですね、だから点が取れない、うん、どうやって点を取るんだって、ね、それがテーマなチームだから、だからそれをどうやって1点を重ねていくんだろうと思って、初回にボーンと出て、はい、みんなのプレッシャーを取り除いたから、はい、だからタイムリーも出るよね、はい、これがじりじりしたゲームでタイムリーがやっぱ打ちにくいとか、はい、打てないとか、うん、そうなってくるとどうやって点を取るのかな、立浪はどういう手を打ってくるんだっていう楽しみが一瞬にして消えたいい意味でですけどね、まあ、中日側はねあの一番の岡林選手今日非常に良かったですけど、3安打打ったよね、はい、いや、 やっぱりあの当初からいいって言ってたじゃん、うん、岡林変わったよって、うん、あの手の振りが良くなったっていう、はい、うん、使える、おだから今年一番に定着していくんじゃない。そうですよね、うん、出塁がいいと今日2番の大島選手がきっちり、うん、例えば、まあね、ちゃんとした方向に打ってこう進塁させるっていう、まあ、大島はね、うん、あのバットコントロール抜群だから、抜群ですよ、ね、ああだから自在だから、はい、うん、あとどうですか、例えば木下選手であったりとか、 なんか、まあ、木下はもう中村のりのバットからタイミングの取り方がみんな真似してるというね似てますね、似てる、だからもう、うん、まあ、コピーを作りたいのかなっていう、そのぐらいの感覚に思えたけどね、あのバットのに、まあ、握り方、バットコントロールで今年なんかまたさらに覚醒しそうですか、どうなんでしょう、木下ね、はい、これが疲れた時にあのバットが振れる方よね、かなり長いバットだし小指をこうやってグリップから出してるからさ、はい、だからバットコントロールはやりやすくなるんだけども、うん、長さが不安になってくるんじゃないかなって思うけど、うん、まあ、慣れるというよね、まだ慣れてる途中だと思うけど、で石川はねちょっとね状態がこう被ってくる、うんうんうん、かぶらない、あ、それかぶる、かぶったら打てない、バッタ叩きみたいになっちゃうから、はい、うん、だからちょっと今調子を落としてるかなっていうような感じは見えたけど、うん、はい、でもまあ守備は安定してきたね、そうですよね、守備はあの非常に何回かの守備機会あったけど、はい、無難に こなしてるし、うん、まあ、足の運びボールの入り方、まあ、悪くないよね、うん、その守備でちょっと心配だったのがその途中から出てきた鵜飼選手、鵜飼な、はい、小林がフルスイングしたの下がってたからね詰まってんのに、で大島が慌てて取ってくれたからよかったけど、うん、やっぱプロってさ外国人みたいなパワーを持ってたら、うん、ある程度守備には目をつぶってくれるよね、それも30発以上打てるバンテリンドームでそういう外野手であればね、はい、でも鵜飼はまだまだ若いし、はい、まだ学んでいくことがたくさんあるし、だからまああの打球で下がってフェンスの方に下がろうとしてたから、うん、詰まってんのにとか思って、まあ、一瞬でテレビで見てても分かったのに、はい、なんていうの打球判断だとちょっと困るね、うん、そうです、ちょっとね、うん、そこは考えて、まあ、だからルーキーだから課題はたくさん持ってるはずなんだよ、はい、だからまあそれはそれで徐々にやっていけばいいよ、うん、まず打ってくれなきゃ使ってくれない、そうですね、そうそうそう、うん、で守備要員っていうのはおそらく鵜飼がスタートした時には用意してると思う、はい、だから打つだけに集中してで守備はもう徐々に上手くなっていくという、うん、そういうスタイルでいいよ、ね、いやでも今日の中日の戦い方を見ると本当に中日ファンの皆さんもそうですけど2対0とか例えば1対0で勝つっていう試合がやっぱり中日って多い印象なので、今日のように大量得点取ってくるともう勝ったっていう、こういう戦い方がこれから、まあ、いやいや勝ったとね、はい、思った瞬間からね、はい、魔物がね、はい、顔を出してくるから、あ、じゃあ気は緩めちゃダメですね、まあ、勝負事だから、そうか、ね、でも中日の投手陣はやっぱオープン戦見ててもいいね、
今日ね、だから満塁ホームランが初回に出ると、うん、もう安心して戦えるような、うね、ある程度はね、勝ったとは思わないけど、はい、まあ、ある程度主導権は握ったというような戦いはできる、ただちょっと深刻なのは巨人かな。そうですね、まあ、うん、このカード、開幕戦になって、で両先発もね、もう予告してるので、うん、ちょっと前回不安な、ね、菅野投手だったりとか、まあ、相手はもう大野投手ですけれども、うん、これ、どういうふうな、まあ、今日から推測するっていうのもあれですけど、どういうふうな開幕戦になりそうですか。いや、やっぱり僅差の試合だよね、多分。今度は僅差になりそう。うんうん、だから監督の手腕が求められる試合になると思うし、はい、それに応えられるだけの選手がいるかどうかで、巨人はやっぱ調子が悪いだけ、調子が全体的にこう沈んでるからね、うん、でも中日の方はいい感じで進んでると思う。そうですね、このオープン戦見てても点を取るときは取ってるしね、うんうん、だからまあでも僅差になると思う。そんなお互いがゲームを崩して、はい、ガタガタになるような一方的な試合にはならない、まあ、今日だから面白い開幕戦になると思う、うん、まあ、楽しみですね。楽しみ楽しみ、まあ、あと10日でもうね、そうだよ、もう始まりますし、やっと始まるっていうか、またあっという間に始まるな。早いです早い、ね、早いですし、本当にこのね、今日のオープン戦の対戦カードがそのまま来ますから、そうだな、ちょっと楽しみに、楽しみだな、両チームのファンの方も野球ファンの方も、はい、待ってくださればと思います。はい、さあ、そして豊さん、はい、まあ、昨日というか3月のだから14日の月曜日になるんですけども、うん、出した動画でここまでの、セパの A クラス、まあ、順位といいますか A クラス B クラスこのチームになるっていう予想を豊さんしてますので、そうだよまあ難しいな、ね、まあまあそれを見た上で、まあ、しっかりした順位表も出してるから、あ、そうですね、この後予想も順位表も見てるから、それを合わせて見てるとこいつはおかしいぞとええ出した方にいるんですね、尻滅裂だぞと、そのぐらいやっぱ難しい今年はね、そうですね、うん、難しい分面白い野球が見れると、そうです、ぜひ、はい、なのでその3月14日、まあ、昨日出した3月14日の動画、うん、今こちらに出てますね、はい、こちらの方もクリックして見ていただいて、そうだね、予習をして、はい、さらにですよ、もう直前に、本当に開幕直前になってきたら本当の豊さんの直前予想、これ1位から6位出します。本気、全部本気だからねでもめちゃくちゃ言ってるでもまあ中間予想だから、そうです、あくまで昨日はね中間予想なんですけれども、はい、まあ、いろいろ参考にしながら、ね、またオープン戦かつ、ね、残り少なくなってきた戦見ていただければなと思います、はい。